バンダイアタミスポーツパークは、福島県郡山市にあるスポーツ施設である。以前からこの地に隣接してあった、郡山スケート場、郡山勤労者体育館、アタミ野球場、アタミサッカー場をまとめたもの。サイクルエイドジャパンなど各種屋外イベントの会場としても利用される。以前の名称は、アタミ野球場。その当時は、土のグラウンドだった。 1999年に人工芝の多目的グラウンドに改修され、体育館とともに郡山勤労者総合スポーツ施設の一部となる。野球場としての使用時は、両翼、中堅とも90メートル。野球場以外に、フットサル場や200メートルのトラックの陸上競技場としても利用可能。面積は9310平方メートル。グラウンドは、 人工芝で夜間照明設備あり。また、バックネット裏に100席程度の観客席と外野に野球専用のスコアボードを備える。郡山市公共施設案内。予約システムにて利用予約が可能。サッカーやラグビーに使用可能。面積は26,350平方メートル。グラウンドは天然芝。500席の観客席を有するが、 夜間照明設備はなし。郡山市公共施設案内。予約システムにて、利用予約が可能。1999年会場。以前の名称は、郡山勤労者体育館。競技場面積は1116平方メートルで、バスケットボール1面、バレーボール2面、バドミントン6面、卓球10台、フットサル2面のいずれかで使用可能。 郡山市公共施設案内予約システムにて利用予約が可能。郡山スケート場1991年開場。屋外だが400メートルリンクを備えた県内唯一の公式スピードスケートリンクで1995年の福島国体ではスピードスケートの会場となった。毎年12月のバンダイアタミ温泉つるりん小祭りでは 近隣のバンダイアタミアイスアリーナと共に会場として利用される。毎年1月にあるスケートの日は無料開放される。アイススケートリンクとしては12月から翌2月まで利用可能。4月から10月はインラインスケート用リンクとして利用される。面積は3万9000平方メートルで1115席の観客席と夜間照明設備を有する。 郡山市公共施設案内予約システムにて利用予約が可能。ありがとうございます。